そろそろ雪が降ってる地域もあるんじゃないかな。どうも三大特撮合成獣キメラウプ主です。今日もあなたをヘルライス。史上最もバイオレンスな挨拶であれち。待て、カイザミア、なんだ最後のあれちって。あまりにも笑えない特撮も生えないって言うだろ。草が生えない。つまりあれちってことだ。俺が考えた。さしてうまくはない。さてさて、寒い季節にはやっぱり暖を取りたいもんですな。そんな皆さんに体の芯から暖かくなる特集組んでみたぜ。ほほう、それで僕はいますか。いません。我はいるだろ。冬眠してろヘビ。いるんですけど。仮面ライド。ディケイ。来るなら来い。すべてを破壊してやる。仮面ライダーディケイド、劇場隊。登場作品は、仮面ライダー仮面ライダーダブル&ディケイドムービー大戦2010、8月末に放送終了したディケイドの完結編も兼ねた映画であり、最終回から繋がる形で幾度となくライダーたちの襲撃にあった結果、ライダーたちを倒すことにためらいもなくなった世界の破壊者としての真の姿だ。身長192センチ、体重83キロ、パンチ力5トン、キック力10トン、ジャンプ力30メートル、走力100メートル5秒、一見すると見た目に変化はないように見えるが、複眼ディメンションビジョンはまがまがしく歪んでおり、額にあるシグナルポインターは紫に変色している。ハスに構えてはいるものの仲間やつながりを大切にしていた司。だが結局破壊者として全てのライダーとの交戦は避けられず、最初は退けるだけにとどめていたが最終的には死をもって排除の道を選んだ。その決意がマスクの変化に及んだようだ。あと若干だが基本形態からスペックが上昇してる。パンチ力は1トン、キック力は2トン、ジャンプ力は5メートル上昇、走力は1秒速くなってますね。本当に若干ね。だが容赦がなくなった分戦闘力の上昇装置は若干どころの話ではない。ディケイドの特徴といえば他のライダーに変身する仮面ライドの能力、そして変身した際アタックライドで所持する能力を発揮できるようになるが、なんと劇場隊では仮面ライドすることなく能力を発揮することができるようになる。物語が始まった時、ディケイドを捜索しているスカイライダースーパーワン、カブト、だが飛行中のスカイライダーの背後から突如無数のカードが出現。当然それはディケイドによる奇襲であり振り切ろうとするスカイライダー、だがしつこく追尾するそれを振り切れずディメンションシュートが直撃、火だるまになって墜落し果てる。一部始終見ていた地上の二人は愕然とするが、次の瞬間クロックアップの能力を使ってスーパーワンが奇襲され、すかさずカブトもクロックアップするもインビジブルで姿を消すディケイド、そのまま二人を直線上に位置するように誘導すると、ディメンションキックで二人まとめて爆散。現場に残ったのは彼らのカードと、スーパーワンの腕とカブトの角のみだった。インビジブルとクロックアップの併用とかいう鬼畜戦法もそうだけど、めっちゃしつこい追尾機能付きディメンションシュートとかエグすぎるわな。さらに仮面ライダー J との戦いでは巨体ゆえに苦戦するかに思われたが、専用バイクのマシンディケイダーを生かしたマシン、サイドバッシャーに変化させ、集中砲火し蜂の巣にした後ギガンとぶっ放してとどめを刺した。容赦ねえ。極めつけは強制ファイナルフォームライドだ。勇気とブレードが対峙した際にブレードを強制変形させ、そのまま勇気をぶった切り、用済みとなったブレードを投げ捨てた後間髪入れずにとどめを刺す。改めて聞いてもあまりにもあんまりな扱いだよな。特にブレード、まあそんな劇場隊としての行動にも意味があったんだが。ハイパーシャイニングブラスター&サバイブキング大神ゼンペラスーパークライマックスファイナル仮面ライドディケイ。すべてを破壊し、すべてをつなげ。仮面ライダーディケイド、最強コンプリートフォーム。登場作品は同じくムービー大戦2010、紆余曲折あって最終決戦の場、平成ライダーたちが集結する中ディケイドはコンプリートフォームに変身。その時に変身したのがこの最強コンプリートフォームなのぜ。スペックは不明。というか、なんでこんな形態になったのか一切不明。言及も全然なかったからマジで謎な形態なんだなこれ。ディケイド。というかあのプロデューサーと脚本家ならこんなもんだろ。さすが経験者は言うことが違う。通常のコンプリートフォームと比較して違う点はというと、胸のヒストリーオーナメントに描かれた各ライダーのカード、これがそれぞれの最強フォームに変化している。さらに通常のコンプリートフォームでは自立行動できなかった各ライダーだが、こちらではしっかり自立行動が可能だ。まあこれは本人たちがその場にいて直接変身させたからだけどな。ちなみにクーガは原点ではなくリマジの方の最強形態であるライジングアルティメット、電王はライナーではなくディケイドとの共演映画で登場したスーパークライマックスフォームへの変身でした。こいつ個人的に何が面白いって公式が名前に最強ってつけてる点だと思う。ファイナルフォームライド。サイクロン、サイクロン、ジョーカー、ジョーカー。ちょっととすぐぐだいぞ。行くぜ、二人で二人の仮面ライダー。仮面ライダーダブル、サイクロン、サイクロン、ジョーカー、ジョーカー。
登場作品はまたまた同じムービー対戦2010、ディケイドのファイナルフォームライドで仮面ライダーダブルが変形、なんと二人に分裂してそれぞれで1形態となった。ディケイドの力で変身した特殊な形態のためスペックは特に明記されてないし、出番自体もごく短い。まあ仕方ないかもしれませんね。なんせスーツがなくてサイクロンジョーカーを CG 合成で左右同色にしてるだけですし、いくら映画で地上波より予算はあるだろうとはいえ、あんまり長々登場させてもかさみそうですからね。その処理方法の影響で後に映像作品に登場するジョーカーに比べ、中央の縦線がサイクロンジョーカー同様銀色になっており、ドライバーもロストドライバーではなくダブルドライバーになっている。うぷ主、言いたいことはわかります。語ることがこれ以上ないんですね。そりゃ特殊な形態だからな。ところがどっこいそういうわけじゃなく、実はサイクロンジョーカーに比べて決定的に変化してる点がある。身長195センチ、体重85キロ、パンチ力4トン、キック力8トン、ジャンプ力70メートル、走力100メートル 7.8 秒。しれっとサイクロンジョーカーより少しだけスペックが向上してるんだよな。まあ走力は落ちたけど、それぞれ数値は共通だな。まあこれといった特殊能力も披露してないから本当にそのくらいだけど、この当時の冬映画よくあることだな。未来の力をその手に掴め。仮面ライダーオーズ、スーパータトバコンボ。変身音のスーパー部分の主張がやたら強い件、登場作品は仮面ライダー仮面ライダー、フォーゼ&オーズ、ムービー対戦メガマックス、ラスボスである超銀河王との対決の際、あらかじめ劇中知り合った未来の仮面ライダー、ミハルから受け取った、未来のコアメダル、スーパータカ、スーパートラ、スーパーバッタのメダルを使い変身、それがこのスーパータトバコンボなのぜ。身長198センチ、体重87キロ、パンチ力8トン、キック力25トン、ジャンプ力300メートル、走力100メートル3秒、目を引くのはオーズライダー最大のジャンプ力だ。各種のスペックはタトバコンボから順当に強化されており、トラクローは常時展開状態となり、タカヘッドはタジャドル同様タカヘッドブレイズに変化している。キック力も10周年で登場した形態たちが来るまでは最大だったぞ。こう聞くと比較的バッタレックが優秀なのでは。そりゃ基本形態で190メートルものジャンプ力を生むほどですからね。さらに最大の特徴として、未来のコアメダルを使っているという使用上、時間停止の能力が効かないという特殊能力を持つ。超銀河王との戦いでもその力を遺憾なく発揮してたな。この形態が登場していたことで元よりコントンとしていたオーズの最強フォーム論争がさらに激化するようになるのぜ。一部ではクトテラは最強フォーム、最終回タジェドルを最高フォーム、そしてスーパータトバが究極フォームで住み分けておるようだが、というわけで今回はここまでだ。正直夏劇場版以上に語りにくい気がする。まあ詳細なスペックが不明だったり出番自体が少ないのも原因だよな。ところでこの冬映画登場フォームの解説って何回に分けてやるんですか？大体5回に分けてやる予定だな。順調にいけばちょうど今年の冬映画が公開される当日になるかな。ふっふっふ、我の勇姿をしっかりとその目に焼き付けるのだぞ。勇姿があればいいですけどね。今のところ登場するかわからないからな。しなかったら盛大に笑ってやるからな。こいつら全員漆に隠れればいいのに。